さあホームのガンバ大阪なんですが2勝1分け1敗で現在 E グループの首位を走っています。9年ぶり3度目の優勝へ、そして8年ぶりのタイトル獲得へ向け重要なホームゲームです。一方アウェーの京都サンガ FC はルヴァンカップはここまで2連敗の後2連勝です。さあゴール前パスが繋がればといったところだったんですが、 PK ですかね。ここで長い笛が鳴っています。PK ですね。木下、冷静にゴール右上に決めていきました。京都サンガが先制です。アウェーの京都が先手を取りました。木下の PK。グランダのクロス。ヤチダのシュートだ。わずかにゴールの右。杉山です。ダマン落として、宇佐美シュート打っていった。ゴールキーパーの大高がっちりと押さえています。狙ってボール、太田が出る。さあここで笛です。さあ PK の判定。ジェバリエのボール通った。ジェバリ前を向いた。宇佐美へのラストパス、宇佐美だ。ここは太田が抑えました。木下が行く。味方の上がりを待ってラストパスだ。シュートだ。谷が止めました。チームを救いました谷。ここでファイナルホイッスルです。激戦となった京都サンガ FC トップのアウェーゲーム、貴重な勝ち点3を獲得しました。これでグループステージ3連勝です。4月19日以来7試合ぶりの公式戦勝利となりました。